こんばんは、元厚木で一人でバインミー屋をやっています。この間武井壮さんにネーミングしてもらいました。そして焼きたてが出てくる完全自動販売機を自作したものです。お店の質問なんですが、その前に大吾さんの学校問題についてひろゆきさんの意見を聞きたいです。長文になってしまったのでお店の質問は今度しますっていう、その学校問題にそのまま触れてましたそのまま来てましたね、確かに、はい、学校問題ね、まあいろいろあったんですけどね。僕が質疑応答で、これ実は切り抜きがね、なんて発端だったんですけど、僕結構なんか学校の先生にあんまいい思い出がなくて、恩師ている先生超少ないんですけど、それでなんかこう、体育教官にあんまりいいイメージがなくて、生活指導の先生みたいな、でそのまあ人のまあなんていうんですか、批判みたいなもの、学生の時こういう人がいたよっていうのを言ったんですよ。なんか顧問の先生が理不尽ですっていう、どうすればいいですかって質問に、いやいや理不尽な人ばっかだから、理不尽の人もね、やっぱりそういう人にはいるよね、中にいる、いい先生もいるけどって言ったら、僕の母校からクレームが来たんですよ。母校から来るんですか。そう、でなんでかって、それ切り抜きでその部分切り抜かれて結構再生されたんですよ。そしたらそれをその母校の僕の後輩ですよね、が見たらしくて、でそれをよりによって先生に言って、でその先生から僕にクレームが来たっていうへえ。でなんかこう、そこに先生の実名みたいなのが書いてあったから、それをこう消せみたいな、うんのが来て、で普通は、なんでかって言うと、僕これテンパなんですけど、昔その体育教官の先生にテンパだって言ってるのに、なんかこうパーマをかけてくるのは校則違反だから直してこいって言われて、でテンパだって言ったんだけど、まあやっぱりそのね、なんか言い訳すんなみたいなこと言う先生いるじゃないですか、聞いてくれないみたいな、それで聞いてくれなくて、で母親とも相談したんですけど、中高一貫で6年あったんで、あんま喧嘩してもあれだから、まあどういう気持ちで母親が連れてたか分かんないですけど、ストッパーかけたんですよ。で言ったら、ストッパーのこの薬剤の副作用で色抜けるんですよ、あれどう頑張っても。やっぱり、まあ、今はもうちょっと良くなったんですよ。で今度色抜けたら、もう明らかにストレートかけてきたよねって分かってるのに、今度は色抜いてきただろうと、直せとっていう嫌がらせを受けたことがあって、でそういうことを知らない、その先生とは関係ない先生からクレームが来たんですよ。そのことを多分知らなかったんだと思うんですけど、でもそれって僕がそういう、こう嫌なことがあったって言ったら、何があったんだって聞くのが本来の先生であって、いきなり名前を消せって言っちゃったら隠蔽しようとしてるようにしか見えないじゃないですかっていうのを、僕が動画で言ったらそれが大炎上しちゃって、で残念ながらそれどこが炎上するんですか。大炎上っていうのは学校が炎上してるんです。僕がその、学校側ね、はいはい、うん、なんか大吾さん的には普通に説明しただけですよね。そう、説明しただけなんですけど、でそのかわいそうなことに、その学校の受験生向けの説明会が明日あるっていういやちょっとなんか狙ったんじゃないですよ、狙ったんじゃないんだけど、たまたまそうなっちゃったから、なんかちょっとかわいそうなことをしてしまった感あるなっていう。でも学校の先生って自分の能力を過信してますよね。あの削除してくれって言った場合に、どういう その結果になるかっていうのを想像しないで多分やっちゃったんだと思うんですよね。で多分社会人経験ある人だと、その削除してくれって自分が言ったことが、その後またなんか喋られて動画になってもあったら大変なことになるとかって想像つくじゃないですか。そうなんですよね。それがやっぱ分かんない人多い気がするんですよね。だからやっぱこう社会に出たことがないと、こう晒されるリスクとかも基本って先生ないじゃないですか。先生の方が正しくて、自分よりも下の人しか相手にしないから、多分そういう土壌はあったんでしょうね。で多分なんか今大変なことになってるみたいな。大吾さん以外にもクセ毛の生徒って普通にいなかったんですか。あれなんですよ、いたんですけど、僕これまあ多分、白木さん、オフラインで見てるから分かると思うんですけど、本当パーマかけたみたいに見えるんですよ。多分こんなに綺麗にくるってなることってあんまなくて、狙ってやってデジタルパーマとかかけるとこうなるんですよ。でもこれ本当こういう髪質なんですね、たまたま。だから癖っ毛とかレベルじゃなくて、マジのパーマに見えるのでかけてるって思われたっぽくて。それだから小学校のアルバム持っていくとかじゃダメだったんですか、よくある話で。あ、もうテンパーだって説明して、親からも言ったんですけどダメだったんですよ。そのだから体教科の人って そういうなんか残念な人だったんですよ、その人が。完全な嫌がらせみたいな、払いせみたいな。やっぱすげえな学校の先生って。他にも結構ねやばいストーリーっていっぱいあるんですけど、これ以上言うとかわいそうだからやめとこうかなと思ったりしてるんですけど、説明会明日ですからね、今日はやめときましょう。そうですね優しい、はい。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと、僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。